Namanda, Namanda. Minasan, ohayou gozaimasu. シアトル別院の日本語法座ようこそお参りくださいました。12月19日ですね、日本語法座ようこそお参りくださいました。まずいつものようにですね、音読さんを皆さんと歌って、三経文を拝読して御法話に入らせていただきたいと思います。如来大悲の音読は身を粉にしても保ずべし、四種知識の音読も骨を砕きても射すべし。では三経文拝読させていただきます。来三文、三経文ですね。来三文、人参受けがたし今すでに受く、仏法聞きがたし今すでに聞く、好み根性に向かってどせずんば、さらにいずれの章に向かってか好みをどせん、大衆もろともに四神に三方に帰依し奉るべし、自ら仏に帰依し奉る、まさに願わくば衆生とともに大道を大下して無常意を起こさん、自ら法に帰依し奉る、まさに願わくば衆生とともに深く経蔵に入りて地へ海のごとくならん、自ら僧に帰依し奉る、まさに願わくば衆生とともに大衆を通りして一切無下ならん、無常人人未明の方は百千万号にも愛用こと語し、我今検問し受持することを得たり、願わくは如来の真実義を下し奉らん。南無阿弥陀仏、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 南無。改めましておはようございます。ようこそシアトル別院の日本語法座をお参りくださいました。まずはじめにですね、御三題を挙げさせていただきたいと思います。名もして心をいたし、奇妙をして西方の阿弥陀仏に来し奉る、弥陀の智願会は人口にして外体なし、なお聞きて往生せんと欲すれば、皆ことごとくかの国に至る、願わくはもろもろの衆生とともに安楽国に往生せん。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。はい、ありがとうございます。今日は12月の19日ですので、もうあと2週間もないですね。もうすればお正月、今年も終わりになりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ師走というぐらいですからね、走り回るいろいろ年末のこと、新年の準備などでお忙しくされている方もたくさんおられるんではないかなというふうに思いますけれども、ここお寺シアトル別院にはですね、お寺の前の、
ウィステリアパークという公園に鐘楼があるんですね。大きな鐘つき堂があります。で、12月31日にはいつもですね、除夜の鐘のお参りがあるんですけれども、まあ、去年は残念ながらですね、何もできなかった、もうバーチャルのイベントサービスだけだったんですけれども、まあ、そのコロナのが始まる前はですね、みんなで夜の7時に集まってお参りをして鐘をついて、その後少しリフレッシュメントをね、下で食べたり飲み食いして、あの年末を過ごすということをしてましたけれども、まあ、今年はですね、あの12月31日のお昼の12時から1時、お昼の12時から1時にもう外だけのイベントとお参りとしてですね、除夜会の鐘つき の、 あの行事をさしようかなとすることになりましたので、まあ、あのよろしければですね、12月31日、お昼の12時、お昼の12時から1時の間、ぜひ、あの、鐘つきにお越しください。あの、本来ならね、夜の12時に合わせて鐘をつくのが重要な鐘なんですけれども、まあ、お寺の中をね、まだできるだけ使わないように、外でのイベントにしたいですので、今回は、お昼の12時、ちょっと、除夜会と言いながらね、夜の、あの、除夜と言いながらお昼なんですけれども、まあ、よろしかったら、あの、お友達もお誘いしながらですね、あの、お参りに来ていただければな、鐘つきに来ていただければな、と思います。で、今日の、あの、ご参代ですけれども、王城来さんというですね、禅道大師、七高僧の一人の禅道大師が書かれた、王城来さんの中の諸夜来さんの中から取らせていただきました。名もして心をいたして奇妙して西方阿弥陀仏に来し立て祀る。阿弥陀仏の極楽浄土っていうのは西方極楽浄土西にあるというふうに言われてますので、そっちの方に来し立て祀る。阿弥陀様の知恵知願願いというのはもうそこもないぐらい深く広いものである。名も阿弥陀仏の名を聞いて往生せんと願う者はみんなそこの極楽浄土に生まれさせていただくことができるんですよ。願わくは諸々の衆生とともにみんなで一緒に安楽国極楽浄土にお浄土させていただきましょうというのが、あのこの諸夜来さんに書かれている御文なんですけれども、まあ往生来さんを唱えているとですね、もう何度も何度も西方というのは西の方ですね。西の方。西方、ガーン、西方、ガーンというフレーズが何度も何度も出てきます。禅道大師も親鸞聖人も我々もご先祖の方々もみんなですね、往生来さんをお唱えして、西方の阿弥陀仏のお浄土、極楽浄土に思いを馳せる。西方の方を向きながらですね、西の方を向きながら極楽浄土に生まれさせていただくんだよっていうね、願いを思いを込めてそういうふうにお唱えさせていただくんですけれども、まあこの西の方というとですね、まあ太陽が沈む方向が西の方ですね。まあ皆さんだったら西の方、夕日、沈む夕日っていうのはですね、どういう夕日を思い浮かべられるでしょうかね。あの、昔の方々っていうのは、その西の夕日に、日が沈む西の方を見ながらですね、極楽浄土に思いを馳せていたというふうにも言われておりますけれども、皆さんはどんな夕日を思い浮かべられるでしょうか。まあ、前私がいたローダイ、カリフォルニアのローダイっていうところはですね、ブドウ畑がわーっと広がっているところなんですね。ですのでもう平らな平地なんです。なので特にそのお彼岸ぐらいの時になるとですね、太陽が本当にこうまっすぐ真西の方に沈んでいって、運転しててもその目の視線の高さぐらいまでずっと見えるんです。日が沈んでいくのが見えてですね、本当に眩しくて運転するのが大変だったっていうのをね、よく覚えておりますけれども、ブドウ畑に沈む夕日というのが老台では見られたなというふうに思います。ここシアトルではですね、まあ、なかなか見えないんですけれども、まあ、ここあたりだったら、まあ、ビルの方とかね、家々に沈む夕日になるのかな
という感じがします。今年の夏はですね、ちょっとオリンピック半島の方に行く機会がありましたので、そこで泊まったホテルからはですね、海に沈む夕日というのを見ることができました。私の地元の長崎ですね、で私の実家があるお寺からはですね、稲佐山という山に沈む夕日が見えました。私の長崎のお寺では5時に小さい鐘、鐘を叩いて、夕方の夜の7時にこの盆鐘、大きい鐘を鳴らすんですけれども、その鐘をつくところからですね、その稲佐山という山に沈む夕日というのがはっきり見えました。この7時の鐘っていうのがですね、我が家では夜ご飯の合図だったんですね。多分今でもそうでしょう。それまで、遊んでいたりしてもですね、その鐘が鳴ると家に帰ってご飯をいただく。それが季節によって5時の時があったり、ちょっと明るくなったら7時ぐらいまで遊んでた時もあったなと思いながらですね、でもその鐘っていうのが合図になって家に帰っていました。こういうことを考えてるとですね、一つ童謡歌を思い浮かべるんですけれども、これ有名な夕焼け小焼けという歌ですね。よかったら皆さんも一緒に歌ってみてください。夕焼け小焼けで日が暮れて、山のお寺の鐘が鳴る、おてて繋いで皆帰ろう、カラスと一緒に帰りましょう。これ有名な歌ですね。みんな知ってるんじゃないかなと思いますけれども、この夕焼け小焼けっていう歌を聞くとですね、皆さんそれぞれがそれぞれの夕焼けっていうのを思い浮かべられるんではないかなと思います。私にとっては、この一日の終わりに友達とも遊ぶのをやめてですね、家に帰る、その時にお寺の鐘が鳴ってるんですね。で、稲佐山という山に太陽が沈んでいっている、友達にバイバイって言って帰らないといけないので、なんだか切ない感じもするんですね。と同時にですね、家に帰るとお父さんがいてくれる、お母さんがいてくれる、そして温かい 夜ご飯ですね、温かい夜ご飯を家族みんなで食べることができる、待っていてくれる、みんなで楽しくそういう時間を今度は家の中で過ごすことができる、そういう温かい思いというのも心の中によみがえってきます。この歌をですね、仏教的に解釈された先生がおられました。夕焼け小焼けで日が暮れて、というところは、日が暮れるのは西の方向、阿弥陀様の西方極楽浄土、山のお寺の鐘が鳴る、お寺の鐘は帰ってきなさいよ、帰ってきなさいよという阿弥陀様の呼び声ですよ、お手手つないで皆帰ろう、みんなで一緒に同じお念仏をお唱えして阿弥陀様のお浄土に帰らせていただきましょう、生まれさせていただきましょう。で、最後、カラスと一緒に帰りましょう、人間もカラスも一切衆生みんなお浄土に生まれさせていただきましょう、一人ではないんだよ、みんなそれぞれ違う人生を生きてるけれども、みんなちゃんと帰る先があるんですよ、みんなで一緒にお念仏の道を歩ませていただきましょうね、というふうにですね、こういうふうに解釈された先生がおられました。同様、夕焼け小焼けもですね、見方聞き方を変えれば仏教を教えてくれる歌になるんだなということに気づかせていただきました。これは私が京都で仏教の勉強をしているときに
教えていただいたことなんですけれども、私京都にいる時はですね、まず中央仏教学院というところに行って勉強して、仏教全般を勉強して、その次に権式指導所っていうところに行って、儀式とかお経を唱えることを勉強してですね、でもう一つ伝道院っていう学校に行ったんですね。まあ、そこでは主に法話をお話をする、法話を作るお話をすることを練習する勉強する学校だったんですけれども、まあ、そこにはですね、まあ、ただ教義教学を学ぶだけではなくて、いろんな分野で活躍されてる先生方に講義をしていただいたのを覚えています。まあ、その一つの講義というのがですね、ホスピスとして働いておられるお坊さんですね、お坊さんのホスピスとして働いておられる先生が来てくださったんですけれども、その先生はお医者さん、看護師さん、リハビリの方、栄養士の方など、いろんなそういう方々とチームを組んでですね働いておられました。で、その中でお坊さんの役割というのは、患者さんの話を聞く、心をできるだけ落ち着かせる、また余命の告知に立ち会うということがあったようです。ある患者さん、末期のがんだったそうですけれども、その余命の告知にその先生が立ち会われたことがあったそうです。まあ、ご家族の方もすごく不安に思われていたようです。この宣告後、余命の宣告の後ですね、患者さんがどうなってしまうんだろうか心配だったようです。お医者さんが余命を告げると、その患者さんは黙ってうなずかれたそうです。現実を受け止められたそうです。もしかしたらそういう覚悟がね、ご自身の中にあったのかもしれません。それからというものを、日々これまでお世話になっていた方々に、ありがとう、ありがとう、今までお世話になったね、ありがとうというふうに感謝を伝えられていたそうです。日にちが経っていて、時間が経っていて、少しずつ死というものが近づいてきます。病気も進んでいきます。恐怖や不安というのがどん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 大きくなってきて、心が乱れてきたそうです。そして周りにもですね、どんどんきつく当たることが出てきたようです。感謝を伝えながら生きていたちょっと前とは正反対ですね。お医者さんも看護師さんもリハビリの方も栄養士さんも、その先生もご家族もですね、まあ、どうしたらいいんだろうか、何をしてあげたらいいんだろうか、まあ、何をしたらいいか分からなかったようなんですけれども、そのお坊さんでホスピスをされた先生がですね、そっとその患者さんに近寄って声をかけられました。あなたはおそらく私より先に行かれるでしょう。私も遅れてまいります。また必ずお浄土でお会いしましょう。それだけ声をかけたそうです。その言葉を聞いて患者さんはすっと落ち着かれたということでした。その先生が教えてくれました。まさに亡くなりそうな人を目の前にして、この人は亡くなっていく人だ、私はここに残る人間だ、そんな意識を持って接してはいけない、時期は違えど共にお浄土に行かせていただく命なんだよと心から思うことができれば、声のかけ方、接し方というのも変わってきます。自分の生き方っていうのも変わってくるでしょうというふうに教えてくださいました。まあ、私もですね、まだ心のどこかで命の終わりそうな人を見て、この人は行ってしまわれる方だ、私は残る側の人間だというふうに考えているところはあるな、その当時も思いましたし、今もですね、改めてまあそうだな、そうだなと考えさせられます。ちょっと前にですね、私の同級生から連絡があって、そのお父さんがもう余命の宣告を受けて、もう年内持つかどうかわからない、そのお父さんというのが私の野球の監督なんですね。で、その亡くなるちょっと前にですね、話をする機会があってですね、こう言われたんですよ。
勝也、お前に私の甥の法名はつけてもらうけんね。本当はお葬式も頼みたかったけど、法名はつけてくれよ、頼むぞ、いうふうに言われたんです。その時は、ああ、もちろんつけさせてもらいますよ、いうふうに答えました。それからですね、もうずっとそのことばっかり考えていたんですね。それからもう10日ぐらいして、その私の恩師は亡くなってしまったんですけれども、何かですね、すごく大事な、私にとってはその法名を考えている時間っていうのは本当に大事な時間だったなというふうに思います。日本とアメリカで遠く離れてはいますけれども、何かずっと一緒に生かさせていただいたようなね、まあ、またお葬式に参列はできなかったんですけれども、この法名を考えさせていただく機会をいただいたことでですね、何か私も一緒にお参りをさせていただいているような、何か一緒にまだ生かさせていただいているようなね、そういう思いにさせていただいたのを覚えています。まあ、仏様っていうのはですね、さっきも言いましたけれども、私っていうのはまあ、まだまだどこまで行っても命の終わりそうな人を見て、この人は行ってしまわれる方かな、で自分は残る側の人間だという意識というのが心のどこかにあるんですけれども、阿弥陀様というのはそのように私たちの命というのは見てはおられません。私も寿命があと1ヶ月と言われた方もですね、今日生まれたばかりの赤ん坊もみんなお浄土に生まれる命として大切に見てくださっております。100人いれば100人が、1000人いれば1000人が、それぞれ違う人生を生きています。寿命もバラバラです。それをそのまま丸がかえで引き受けてくださっているのが阿弥陀という仏様です。みんなで阿弥陀様のお浄土に生まれさせていただく、一人じゃないんです。孤独じゃないんですね。帰る家はしっかりとそこにある。だから私たちは今あるこの命をしっかり安心して大切に生きていってくださいね、そういうメッセージがですね、仏様の教えには込めてくださってあるなというふうにいただいております。今日もお参りどうもありがとうございました。寛容は拝読の御文章に返させていただきます。上人一流のご関係の趣は、新人のもって本とせられ候。そのゆえは、もろもろの造業を投げ捨てて、一心に御名に奇妙をすれば、不可思議の眼力として、仏の方より往生は事情をせしめたも、その位を一年ぽっき入生上始終とも釈し、その上の称名念仏陀、如来我が往生を定め、玉井氏。御恩法人の念仏と心べきなり、あらかしこう、あらかしこう。なまんだ、なまんだ、なまんだ、なまんだ。どうもありがとうございました。